今回の企画はですね、歴史上の偉人たちが残した現代まで語り継がれる名言あるじゃないですか。あるね。あれって実はボケだったんじゃないかなと思って。いやー、近くに突っ込んでくれる人がいなかったってこと？そうなんですよ。なるほどね。名言って言った後、おーってなるじゃないですか。絶対でね。あれってもしかしたら滑ってるだけなんじゃないかなっていう。大丈夫か、そんな社会に。大喜利系、おーってなるとき滑ってる。そうなんですよね。確かに。まあ、ということでですね、歴史上の偉人たちのちょっとボケ疑惑がある名言を、うん、こちらでいくつか用意しましたので、うん、あ、ボケ疑惑があるんですね。はい。なるほどね。まあ、それに対してフリップで突っ込んでいただくと、はい、ということですね。まあ、当時四千頭身がその偉人のそばにいれば、うん、そうやって言ってたいけどねっていう、はい、滑らないですからねということで任せてください。じゃあやっていきましょう。はい。リンカーンさんの名言です。出た。もし木を切り倒すのに6時間与えられたら、私は最初の4時間を斧を研ぐのに費やすだろう。という名言です。はい、それはもう面白い。とか、ツッコミかけましたか。はい。じゃあ、鈴木さんから。はい。はい、あれ、どうしたんですか、リンカーンさんっていうか。え、俺か。で、焦点スタイル。焦点スタイル。どうしたんですか、リンカーンさん。いや、もし木を切り倒すのに6時間与えられたら、私は最初の4時間を斧を研ぐのに費やすだろう。いや、切り始めろよ。おお。これはもうシンプルに受けるよ、その場が、うん、そうそうそう、その場のテンポ感で言ってた、うん、会話のテンポあったり。そうですね。あれ、リンカーンさんどうしたんですか。もし木を切り倒すのに6時間与えられたら、私は最初の4時間を斧を研ぐのに費やすだろう。いや、でも2時間かかるのかよ。ああ、いいですね。じゃあ次、柴田さん行きましょうか。リンカーンさんどうしたんですか。もし木を切り倒すのに6時間与えられたら、私は最初の4時間を斧を研ぐのに費やすだろう。研ぎすぎて歯の部分なくらない？え？なんだ。ということで、ちゃんとボケになりましたね。よかった。はい、はい、これで成仏されました。はい、次の名言いきましょう。レオナルド・ダ・ヴィンチさん。うわうわ、なんか言うてんだ。めちゃめちゃありそうだね。いきます。目は魂の窓である。いや、いろいろいい感じですよね。レオナルド・ダ・ヴィンチさんの名言、目は魂の窓である。ダセーな。ずるくない？ずるくない？ずっくりなんかの会話中に多分出てきた。ダセーな、お前な。続いていきます。はい。ヨダルダビンチさんの名言、目は魂の窓である。カーテンのない。うん、切り返してグーだろな。まつげがカーテンなんだって言ってくるから。どうやってしまうんですか。レオナルド・ヴィンチさんの名言、目は魂の窓である。では口は。はてな、はてなかぶり。はてなかぶりもあるな。そんなかぶってない、はてなかぶりだったら。はてなかぶりな。まあ、ちゃんとボケにできましたね。よかったです。成仏されました。ゲーテさんの出た出た名言、聞いたことあるね。ゲーテさん、カタカナの人やね。そう。そうね。そりゃそうか。漢字難しい。漢字難しい。前進をしない人は後退をしているのだ。いや、いいこと言うな。とうとういいこと言い始めてるな。文句ねえな。そうなんだよ。本当にいい本当にいいこと言ってるの出てきちゃった時こうだな。ゲーテさんの名言です。前進をしない人は後退をしているのだ。いや、横とか斜めもあるけど。確かにそうですよね。いきます。ゲーテさんの名言です。前進をしない人は後退をしているのだ。ネクスト3つをいけるっすよ。いいね、いい会話だね。いきます。ゲーテさんの名言です。前進をしない人は後退をしているのだ。摩擦がなかったらどっちでもないけどね。めちゃめちゃ嫌なやつなんだよ。めちゃめちゃ嫌なやつなんだよ、マジの回答が。ち
ゃんとボケになりましたね。よかったです。成仏されました。はい、では次はスティーブ・ジョブズの、はい、あらジョブズさん、ジョブズさん結構いろんなこと言ってるでしょ。海軍に入るぐらいなら海賊になった方がいい。おー、いや、むずいなむずいな。じゃあスティーブ・ジョブズさんの名言。はい、海軍に入るぐらいなら海賊になった方がいい。じゃあ陸軍になるとしたら山賊になるってのかい。直なんだよ。スティーブ・ジョブズの名言です。海軍に入るぐらいなら海賊になった方がいい。海軍になるくらいならの気持ちで入れるとこ。あ、突っ込んでるね。ツー、突っ込んだね。スティーブ・ジョブズの名言です。海軍に入るぐらいなら海賊になった方がいい。まあまあまあ、一旦落ち着いて。いや、もうちょっと、もうちょくれよ。ガチで暴れ回ってる、しゃべんない。ガチで海賊の一面、シャーなるわけないから。次いきます。はい、エジソンの名言です。失敗、これはうまくいかないということを確認した成功だよ。あ、まあいいです。めっちゃ聞いたことあるわ、それ。失敗しましたね、環境じゃ。はい、いきます。エジソンさん、これ失敗しましたね。失敗、これはうまくいかないということを確認した成功だよ。それいつも言ってない。サブストーリーつけない。サブストーリーつけない。上司な。いつも言ってるよね。フワちゃんみてえな後輩ついてる。エジソンさん、失敗しましたね。失敗、これはうまくいかないということを確認した成功だよ。ぶっ込めや、ぶっ込めや。エジソンさん、失敗しましたね。失敗、これはうまくいかないということを確認した成功だよ。物はいいよってことを学ばさせてくれたってことで OK？ いやー、おめえちょうせよ。おめえちょうせよ。おじょくんの。じゃあ、ラスト1個。おいじゃあ。よし、ブルース・リーさんの。ああ、なるほど。体を動かすだけじゃねえんだ。フィア出してる。考えるな、感じろ。ああ、やっぱそうだ。いや、これダメだ、1個目の出てきちゃうの、どうしても。いや、考えろよ。絶対痛くなっちゃうね、これ。ブルース・リーの名言です。はい、考えるな、感じろ。お前、体育しか成績低くねえだろ。マジでな。お父さん、行きましょう。考えるな、感じろ。今それ、風水でのキャッチコピーですよ。よく知ってるな。じゃあ、行きます。考えるな、感じろ。考えて感じたい派です。おちょくんな、お前。おちょくんな、お前が出せます、名言を。対等になってからやれ。ということで、過去の一の名言をちゃんとボケにできたので、はい、よかったです。なんだろ、滑ってないものを滑らせたな。動画を見てくれてありがとうございました。気になった方はチャンネル登録、グッドボタン押してね。概要欄に Twitter の URL もあるので、ぜひそちらもご覧ください。いいんじゃない、いいかな、こんな感じ、こんな感じ、はい、いけそう。じゃあね。